大水産学部海洋生物科学科海溝の分析科学の授業です。酸化還元反応の説明の3回目です。ここでは酸化還元反応、呼吸反応を例にして、その反反応の標準電極遷移っていうのを求めます。これからどのような順位で呼吸反応が進むかっていうのを説明します。それでは呼吸反応のうち有機物酸化の反反応式をここに書き出しました。お約束の通り、この反応式にある物質の標準生成微物エネルギーを下に書き出します。二酸化炭素、水素イオンは定理によりゼロ。電子はここでは物質ではないので、標準生成微物エネルギーは記していません。ホルマルデヒド、水、このようです。電子は標準生成微物エネルギーはないのですが、電気的なエネルギーを持ちます。電子の電気的なエネルギーはこのように記すことができます。電子はマイナスの電荷なので、ここにマイナスを添えています。で、ここ反応モル比が4なので4。後で説明しますが、パラデー乗数かけると電位です。ここではこの反反応に生ずる電子が持つ電位を調べたいと思います。計算により求めます。左辺と右辺、エネルギーバランスを取ります。ここで取るときにはもう標準生成微物エネルギーのここのキロを外していますので、線をかけています。左辺は二酸化炭素の物質が持つ標準生成微物エネルギーと、電子が持つでで電気的なエネルギー、あとは左辺はこのよう、あ、右辺はこのようになります。で、この式から左辺に電子のエネルギーを持ってくれば、右辺にはこれ左辺あ生成系と電系の標準生成微物エネルギーの合計差が右辺になります。それで電子の電位イコールというふうな式にします。で、ここまだファラデー乗数を値入れてませんが、この物理乗数である96485という値を代入すれば、この反反応に生ずる電子の持つ電子に帯びている電位をこのように計算することができました。マイナス0.05ボルトです。ここでファラデー乗数について説明をしたいと思います。ファラデー乗数とは、1モルの電子が持つ電荷量、クーロンの絶対値です。電子はマイナスの電荷を帯びているのですが、ファラデー乗数はその絶対値として表示していますので、96485という正の値を持っています。N モルの電子が持つ電荷量は、ファラデー乗数に N をかければ良いです。ただ、電子はマイナス電荷を帯びていますので、N モルの電子が持つ電荷量を記すときには、マイナスをつけた上で、N かけるファラデー乗数。ファラデー乗数の単位はクーロンパーモルです。1モルの電子が何クーロンの電荷を持つか、その絶対値です。96485。だと、電位はボルトで記されますが、ジュールパークーロンというふうにも、そこの単位を書き直すことができます。この電位が意味するのは、単位電荷、1クーロンあたりの電気的なエネルギーです。なので、そのエネルギーを、電位かける電荷量で電子のエネルギーを表示することができるわけです。ちなみに、電荷 N クーロンが電位、ある電位からある電位に移動すると、電位差かけるその電荷量に相当するエネルギーが外界に発生するということです。他の反反応についても、その反反応に生ずる電子の電位を計算したいと思います。これは酸素から水ができる反反応ですが、左辺の物質の標準生成微物エネルギーは定理により、これ0と0で、左辺に電子があるので、マイナス4ファラデー乗数かける、今求めたい、この反反応の電位です。で、右辺がこれ。で、左辺と右辺、エネルギーバランスをとって、電位イコールというふうにして、ファラデー乗数96485を代入すると、これは1.23ボルトというふうに計算されます。他の反反応についても同様に、ダーッと計算していくと、それぞれ
0.83ボルトとか0.03ボルトっていうふうに計算されました。で、計算結果をこのようにまとめました。で、これら半々のそれぞれ固有の標準電極電位を持つということです。で、これが何を意味するかっていうのを次説明したいと思います。例えば、半反応を2つ書き出しました。有機物酸化の半反応、丸1。あと、酸素が還元されて水になる半反応、丸2。で、それぞれの標準電極電位をここに記しました。で、この下の図には、丸1と丸2の半反応をこのように記しています。ここでは、有機物が酸化されれば二酸化炭素になる。ただ、現時点ではどちらに反応が進むかっていうのは分からないとします。場合によっては二酸化炭素からと有機物が生成されるっていうこともあり得ます。丸2の半反応についても、水分子が酸素になることもあれば、酸素が水分子になることもある。現時点ではどっちに反応が進むか分かんない。で、縦軸は電位にとっていて、上の方を低電位、下を高電位っていうふうに記しました。で、丸1の電半反応の電位はマイナス0.05、丸2の半反応の電位は1.23ボルト。丸1の方が電位が低いので、このように上側に配置しております。ここで大事な法則があります。マイナス電荷の電子は電位の低い方から高い方に流れるっていう物理法則があります。つまり、この丸1の半反応から放出された電子が低電位から高電位に流れるっていうことになります。つまり、半反応丸1で電子を放出する。つまり、丸1の半反応で電子を放出するのはホルマルデヒドの炭素です。ホルマルデヒドの炭素から電子が放出されて、放出したこの炭素は二酸化炭素になる。放出された電子は丸2の半反応に受け渡される。丸2の半反応で電子を受け取るのは酸素です。酸素分子の酸素原子です。で、この酸素分子の酸素原子が電子を受け取ると、それは水になる。で、こういう反応が進むということです。ちょっとまとめると、このように半反応丸1のホルマルデヒドの炭素から電子が出て、そうするとホルマルデヒドは二酸化炭素になる。このような方向に半反応が進む。で、電子を受け渡された方の半反応は、この酸素分子の酸素が電子を受け取って水になる。このような方向に反応が進むということです。こっち方向、半反応式の方に記すと、逆ですか。こっちは逆です。このような方向に反応が進むということです。これはちょっと繰り返しになりますが、マイナス電荷の電子は電位の低い方から高い方に流れるという原則があるので、このようになります。水環境中には酸素もあれば硝酸イオンも溶けています。海水中には硫酸イオンも豊富に溶けています。有機物を酸化して呼吸、生物は呼吸するんですが、水の中に酸素分子があると、この有機物から出た電子は電位の低い方から高い方に必ず行くっていう物理法則がありますので、有機物から出た電子は必ず高い方に向かう。途中、硫酸があるからといって途中で分岐しない。必ず高い方に向かうということがあります。なので、水の中に酸素とか硝酸イオンとか硫酸イオンが混在していても、酸素がある限り酸素呼吸が行われるということです。で、海洋堆積物表面などで酸素が枯渇すると、有機物から放出された電子は硝酸イオンに向かう。酸素がないので。で、硝酸イオンがある状況においては決して硫酸の方に電子は受け渡されない。で、さらに、硝酸までなくなれば、そこでようやく有機物から放出された電子は硫酸イオンに受け渡される。このような順番が
決まっているわけで、このように酸素呼吸形式が決まっていくということです。以上で、酸化還元電位の話と生物による呼吸形式の順番についての説明を終わりにしたいと思います。